皆さんこんにちは。今回はアフガン編みで巾着ポーチを編みたいと思います。使用する糸はセリアで購入したミルフィムという名前のソックヤーンで、カラーナンバーが12番のこのような色見本がついた色を使用します。こちらの糸は使用かぎ針の目安が4号から5号となっているので、こちらを参考に5号3ミリのかぎ針を使用します。今回のアフガン編みはアフガン編み用の針ではなく、このような持ち手がついているようなタイプのかぎ針でも編むことができます。糸玉の内側から糸を使っていきます。編み始めの部分は作り目9目と立ち上がり1目を合わせた鎖編み10目で作り始めます。指に糸をかけて糸の向こう側から針を当てて、手前に一度ねじって引き抜き結び目を作ります。次の引き抜きから数えながら1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と鎖編みを10目作ります。まずはこの鎖をひっくり返した裏山を拾って針に糸をかけていきます。この一つ目のここは立ち上がりの鎖で編んだ分なので、ここは拾わずに、二つ目のこの目の裏側に一本浮いているこの糸をすくって、ここから緩めに糸を引き出します。この時の引き抜く加減は、編みやすい方法で編んでいただくのが目の大きさに違いが出なくていいかなと思うのですが、私の場合は針の太さより一回り大きいぐらいの輪っかで引き抜いていきます。このような感じで針が余裕に動くぐらい余裕を持って引き抜いて、次の目も鎖の裏山を拾って緩めに引き抜きます。これを繰り返して、すべての鎖の裏山を拾って針に糸をかけます。最後はこの一番端の小さくなっているのが最初に作った結び目なので、ここから出ているこの糸までを拾います。ここまでを拾って糸を引き抜いて、作り目の鎖9目を拾って針に糸をかけました。今度は今かけた糸を針先側から順番に引き抜いていきます。この時にまずは針先側の1本だけを引き抜きます。次の目からは今引き抜いてきた糸ともう1目と糸を2本ずつ引き抜いていきます。2本ずつ引き抜いていって、針にかかっている糸が1本になったところで1段の編み終わりです。次の段はこの下の段の縦向きに渡っている糸を拾っていきます。一番端のここは拾わずに、端から2本目のこの糸から拾い始めて、1段目と同じように少し緩めに引き抜きます。次の目に進んで縦糸を拾って引き抜き、縦糸を拾って引き抜きと、2段目からはこの拾い方で下の段の縦糸を拾って針に糸をかけていきます。最後に一番端のこの目を拾います。この目は同じ並びにあるこの縦糸を拾って、ここだけだと編み目が伸びやすいので、もう一本同じ並びにあるこの糸を拾います。目を拾う前の状態はこの状態で、一番手前にあるこの一本と、少し手前に編み地を傾けた時に脇の位置にもう一本並んでいるこの一本をすくいます。ここから糸を引き抜いて、戻る時はまずは一本だけを引き抜いて、次の目からは今引き抜いてきた糸ともう一目と2本ずつで引き抜いていきます。
針にかかった糸が1本になったところで1段の編み終わりです。この段階でこの角の位置にマーカーをつけておきます。まずこちら側は針にかかっている糸の隣の隣のこの目にマーカーをつけます。1段目の一番端の糸になります。この2本にマーカーが通るようにこの位置にマーカーをつけて、反対の角も同じく1段目の一番端の糸にマーカーをつけておきたいので、今2段編んでこの縦向きの糸が2本並んでいるうちの下の方の糸をたどっていって、一番端のこの糸にマーカーをつけます。この端の輪っかが出ているこの穴にマーカーをつけておきます。1段目の両端にマーカーをつけてから、3段目以降は2段目と同じ編み方で編み進めていきます。まずは下の段の縦糸を拾っていきます。一番端のここは拾わずに、端から2本目のこの目から拾い始めて、目数で言うと8目分縦糸が並んでいるので、8目拾ったら最後に一番端のこの糸をすくいます。ここは表側に見えているこの1本と、編み地の脇にある同じ並びのもう1本を拾って、ここから糸を引き抜いて、戻るときはまずは1本を引き抜いてから、次は2本ずつ引き抜いていきます。この部分はこの編み方を繰り返して編み進めていきます。この編み地の作り目のこの幅が袋のまちになって、今編み進めている段数の方の長さが袋の横幅になるので、作りたい袋の横幅になるまでこの編み方で編み進めていきます。編み進めるうちにこのような感じで編み地が丸まってきてしまうこともあると思うのですが、今回は袋状につないでしまうので、この編み地の丸まりは気にせずに編み進めて大丈夫です。今回底の部分は20段で作ってみます。1段の数え方はこのマーカーがついている角から鎖状になっているこの目数を数えていって、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 と20段編んだところで底の部分の編み終わりです。底の部分を編み終えたら、最後の1段にも両端にマーカーをつけてから側面に入っていきます。こちらの角は針にかかっている糸の一つ下にあるこの目にマーカーをつけて、この段を反対にたどっていったこちらの角はここが一番端になるので、この位置にマーカーをつけておきます。両角にマーカーをつけたら側面の部分を編んでいきます。側面の部分からは作り目6目と立ち上がり1目を合わせた鎖編み7目で編み始めます。1,2,3,4,5,6,7 と鎖編みを7目編んだら、底の部分の編み始めと同じように鎖の裏山を拾って針に糸をかけていきます。この1つ目は立ち上がりの鎖なので、ここは拾わずに次のこの目から裏山を拾って引き抜き、作り目は6目で作っているので今1つ次が2つ目と数えながら拾っていって、3,4,5,6と底
底の部分の編み地から出ているこの糸までを拾って6目、鎖の裏山を拾います。今度はこちらの底の部分の編み終わりとつないでいきます。この時に拾う位置は、今まで拾っていたこの縦糸と、ここだけだと目が伸びやすいので、もう一本隣にあるこの横向きになっているこの糸の2本をすくいます。すくう前の状態で見ると、今まで拾っていたこの糸と、もう一本次の縦糸との間にあるこの糸を拾います。この2本を拾って、糸を引き抜いて、今度からは戻るときは最初から2本ずつ引き抜きます。2本引き抜いたら、今引き抜いてきた糸ともう1目と、すべて2本ずつで引き抜いて、針にかかった糸が1本になったところで1段の編み終わりです。次の段も目の拾い方は底の部分と同じで、端から2本目の縦糸から拾い始めて、1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つと、縦糸を6目拾ったら、底の部分の編み地の端の目を拾います。前の段で拾ったのがこの引き抜きの糸が出ているこの目なので、次は隣のこの目を拾います。縦糸をすくって、もう一本、縁の部分にある糸を一本すくって、ここから糸を引き抜いて、針にかかっている糸を2本ずつ引き抜き。先ほどマーカーをつけたこの角の位置の手前までこの編み方で目を拾っていきます。一つ下の段で拾ったのが、この引き抜きの糸が出ているこの目なので、次は隣のこの目とつなぎます。次は一つ下の段で繋いだ目の隣のこの目と1目ずつ目を確認しながら繋いでいきます。この角のマーカーの手前の位置が8段目になるので 1,2,3,4 あと4段同じ方法で編み進めます。編み始めから 1,2,3,4,5,6,7,8 段編み進めて、最後にこのマーカーがついている糸の手前のこの目とつないだら、次の段からは底の部分の編み地のこちら側とつなぎながら編んでいきます。下の段の目の拾い方はこの先も同じで、縦糸を6目拾って針に糸をかけます。すべての縦糸を拾ったら、まずはこのマーカーがついているこの段からつなぎ始めます。マーカーをつけたのが一番最後に編んだ段なので、このマーカーがついていた段の一番端にある2本の糸をすくって糸を引き抜きます。こちら側から針を刺すと、この1本しかすくえないかもしれないのですが、1本だけだとつなぎ目が緩くなってしまうので、同じ並びにあるもう一本と必ず2本ずつで拾っていきます。ここから糸を引き抜いて、目の拾い方以外はこれまでの編み方と同じで針先側から2本ずつ引き抜いていきます。念のためここから次の角までで20段編めているか確認しておきたいので、今編んだ段の端の目にマーカーをつけておきます。
次の段も同じように下の段の縦糸を拾って針に糸をかけていって、すべての目を拾ったら、この引き抜きの糸が通っているこの位置が前の段で繋いだ位置なので、5の隣のこの段と繋ぎます。この先は割と大きく穴が開いているので、この穴が開いているところに針を刺して一番端の2本の糸を作ります。ここから引き抜いて2本ずつ引き抜き、この先はこの目の拾い方で底の部分とつなぎながら次の角まで編み進めます。マーカーをつけていた段から1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 段目をこの次の角のマーカーがついているこの段とつないで、次の段からはこの作り目のところとつないでいきます。編み始めの目の拾い方は同じで、縦糸を拾って針に糸をかけていって、この部分は作り目の鎖が9目並んでいるのですが、反対のこの部分と同じようにこちら側も8段でつなぎたいので、この糸端が出ている結び目と1つ鎖を飛ばした2つ目のここから拾い始めます。1段目をこう飛ばした、こう拾って、この一番端の鎖状になっている2本の糸を作ります。この部分でここに残っている糸端を編みくるんでいきたいので、糸端も針の上に乗せてから糸を引き抜きます。戻るときは同じように2本ずつで引き抜いて、また次の角のところが8段目になっているか確認したいので、今編んだ段の端の糸にマーカーをつけておきます。次の段も縦糸を拾って針に糸をかけていって、すべての目を拾ったら、この引き抜きの糸が通っているこの目の隣のこの目とつなぎます。作り目の鎖のこちら側の2本の糸を拾って、糸端も針の上に乗せてから糸を引き抜きます。戻るときは2本ずつで引き抜いて、次の段も同じように縦糸を拾って針の糸をかけていって、すべての目を拾ったら下の段でつないだ目の隣の目を拾って、糸端も針の上に乗った状態で引き抜いて2本ずつ引き抜きと、この編み方を繰り返して、次のマーカーの一つ手前のこの目は立ち上がりの鎖なので、ここではなくこの目まであと 1,2,3,4,5 段を編み進めます。一つ手前の角のマーカーの位置から 1,2,3,4,5,6,7,8 段目をこちらの角のマーカーの立ち上がりの鎖を挟んだもう一つ手前のこの目とつなぎます。ここを拾って引き抜いて、針先側から2本ずつ引き抜いて、この段を編み終えたら
の段からは最後のこの部分とつなぎながら編んでいきます。下の段の目の拾い方は同じで、縦糸を拾って針に糸をかけていって、すべての目を拾ったら、まずはマーカーがついている1段目の端の糸とつなぎます。この時の目の拾い方は、マーカーがついていたこの2本の糸の間に針を刺して、奥側の1本と、この目を裏から見た時に、この位置にあるこの糸を一緒に拾います。表側から見た時の、この縦に2本並んでいる糸が裏側でつながっているので、この糸を一緒に拾うような感じで2本糸を拾います。マーカーがついていたこの2本の糸の間に針を刺して、この1本と編み地を裏から見た時に同じ並びにあるこのもう1本をすくいます。この2本をすくって、糸端を編みくるむのはもうここで8段分編みくるんでいるので、十分かなと思うので、糸端はここに残して、この先は拾った目の糸だけを引き抜いて、戻るときは同じように2本ずつで引き抜いていきます。段数を確認するように、今編んだ段にマーカーをつけて、次の段も同じく縦糸を拾って針に糸をかけていきます。すべての目を拾ったら今度はここが下の段でつないだ目になっているので隣のこの目とつなぎます。こちら側に見えているこの輪の中に針を刺して奥側の1本と踏み地を裏から見た時に同じ並びにあるもう1本と2本を拾って次の段でいうこの2本を拾っています。次の段はこの2本、次の段はこの2本と、裏側に2本並んでいる糸を拾って、引き抜いて、針先側から2本ずつ引き抜きます。この目の拾い方をすると、他の編み目とこの境の編み目が似た感じになるので、側面はこの先はすべてこの目の拾い方で目を拾ってつないでいきます。次の段も縦糸を拾って針に糸をかけていってここから糸を引き抜いて2本ずつ引き抜き、この先はこの目の拾い方でこの目までを編み進めて最後このマーカーがついているこの段を編むときに編み始めの作り目とつないで袋状にします。この編み方の繰り返しでマーカーの手前まで編み進めます。マーカーをつけた段から1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20段目をこのマーカーの位置とつなぎます。同じように縦糸をすべて拾ったらマーカーがついていたこの目の奥側の1本と同じ並びにある糸がここに少し小さくなっているこの糸なのですが、分かりにくければ
方を持ち上げると、ここに鎖状の目があるので、この目の中に針を刺して、この2本をすくって糸を引き抜きます。この段で編み始めの作り目とつないでいきたいので、まずは針先側の2本を引き抜いてから、この作り目の鎖を拾います。ここまでは先ほど拾った目なので、隣のこの目をすくって、今拾った目と糸を2本引き抜きます。この目と2本糸を引き抜いて、今度は今拾った目の隣のこの目を拾って、この目と2本を一度に引き抜きと、最後の部分はこれを繰り返して編み始めの作り目とつなぎながら編んでいきます。針にかかっている糸が1本になるまで、この方法でつなぎながら引き抜きを編むと、このような感じの袋状の編み地になります。この段数を数える印でつけていたマーカーは、この先は数える必要がないので、すべて外してしまいます。この先はマーカーを1つだけ、最後に編んだ段のこの端の糸につけておきます。この先の編み進め方は、基本的な編み方はこの側面の1枚目の編み地の編み方と同じで、今編み終えた編み地とつなぎながらくるっと編み地を足していくような感じで編み進めていきます。鎖編みを 1,2,3,4,5,6,7 目で編み始めて、裏山の1つ目は立ち上がりの鎖なので、ここは飛ばして2つ目から拾い始めて、針に糸をかけていきます。3,4,5,6と作り目の鎖6目の裏山を拾って針に糸をかけたら、今度は先ほど編み終えた編み地の一番端の目を拾います。この一番端の目の並び方は、1枚目の編み地の最後の部分、この部分の目の並びと同じ並びになっているので、同じ方法で拾っていきます。拾い始める位置は、ここが段の境になっていて、少し段差ができているので、この境の左隣のこの1段目と、まず今編んだ1段目をつなぎます。この1段目の一番端にある糸の輪になっている中に針を刺して、奥側の1本と裏側の同じ並びにあるもう1本をすくって、この2本を拾って糸を引き抜きます。針にかかっている糸を2本ずつ引き抜いていって、針にかかった糸が1本になったら、また縦糸を拾って針に糸をかけていって、すべての目が拾えたら、下の段でつないだこの目の隣のこの目とつなぎます。この糸と裏側の同じ並びのこの糸をすくって、ここから引き抜いて2本ずつ引き抜き、この先はすべてこの目の拾い方で編み進めていきます。この先もずっと同じ目の並びになっているので、1目ずつ拾って、またこの最後のマーカーをつけておいた段で編み始めの作り目とつなぎます。このような感じでぐるっとマーカーの手前まで編み進めました。
最後の段のつなぎ方も先ほど編み終えた1枚目の側面の編み地の編み方と同じなのですが、このタッテリ糸を拾って針に糸をかけていって、すべての目を拾ったら、マーカーをつけておいたこの目を拾います。この少し伸びているこの輪と、この輪を避けたここにあるこの輪っかの中に針を刺します。この糸と、この糸の2本を作って引き抜いて、まずは針先側の2本だけで引き抜いてから、こちらの作り目の鎖を拾って、今拾った目と針先側の2本を一緒に引き抜いていきます。針にかかっている糸が1本になったら、またここから鎖編みを斜め作って、鎖の裏山の2つ目から拾い始めて、奥目を拾って針に糸をかけて、この1段目からつないでいきます。1段目の一番端の糸と裏側の同じ並びのもう1本を拾って、引き抜いて2本ずつ引き抜き、この編み方を繰り返して、この6目の幅の編み地をどんどん編み足していきます。底の部分から編み始めて、側面の編み地を 1,2,3,4,5 回編み足したところで、残り糸の量がこのくらいになりました。今回はこのくらいの大きさで、最後に紐通しの部分を編み足して完成にしようと思います。紐を通す部分は長々編みで編んでいきます。鎖編みを 1,2,3 目で立ち上がって、ここは最後の編み地の立ち上がりの鎖なので、ここは拾わずに隣のこの段から拾い始めます。長々編みを編むので、針に糸を2巻きしてから、この段の一番端の糸をすくいます。ここから糸を引き抜いて、針にかかっている糸を2本ずつ引き抜いて、これで1つ目の長々編みが編めました。最後に今編んだ長々編みの頭に引き抜きでつなぐので、この位置にマーカーをつけておきます。紐を通す部分は1段に1目ずつ長々編みを編んでいきます。針に糸を2巻きしてから、先ほど拾った目の隣のこの目を拾います。ここから糸を引き抜いて、針先側から2本ずつ引き抜いていって、これを繰り返して、この段一周ぐるっと編み進めます。1段に1目ずつ長々編みを編み進めて、段の最後はこの段までを拾ったら、次のこの最後の編み地の作り目とつないでいる段は、この部分の目が立ち上がりの鎖の分になるので、ここは拾わずにマーカーをつけておいた1つ目の長々編みの頭に引き抜きでつなぎます。
一つ目の長々編みの頭を拾って引き抜いて、ここで編み終わりにするので、鎖を一つ編んでから、糸端の処理用に少し長さを残してカットします。編み終わりの糸はとじ針をつけて、編み地の裏目に通して糸端の処理をします。この時にこちらの横向きに目を拾って通していってしまうと、袋を開け閉めした時に紐がすれて糸端が出てきてしまうかもしれないので、こちら方向ではなく、袋の中側に向けてこちら方向に目を拾っていきます。表に響かない裏目に適当に通して、何目か通したところで最後に通した位置に合わせてカットします。巾着の紐は鎖編み80目で作ります。編み始めと同じように指に糸をかけて、糸端は適当に 7、8 センチくらい残しておきます。糸の向こうから針を当てて、手前に一度ねじって引き抜き、結び目を作ります。次の引き抜きから1、2、3、4と数えながら鎖編みを80目作ります。鎖編みを80目作ったら、こちらも糸端を 7、8 センチくらい残してカットします。針にかかっている糸を引き抜いて、この同じ鎖80目の紐を2本用意します。最後に編んだ長々編みの段に紐を通していきます。通し始めの位置はこの段の境の位置から、ここが立ち上がりの鎖になっていて、長編みを 1,2,3,4,5 目数えたこの6目目との間から通し始めます。ここから1目ずつ交互にすくって紐を通していって、一周したところで糸端を結びます。糸端と鎖編みの編み始めの境のところで固結びにしておきます。2本目の紐はこの表側に来ている目の数を数えていって、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 目目のこの目から通し始めます。1本目に通した紐と同じところを通すように、長々編みの編み目をジグザグに拾っていって、一周したところで同じように糸端を結びます。このような感じで2本の紐が通せたら、最後に紐の端の部分にタッセル飾りをつけて完成です。タッセル飾りは色がミックスされていても可愛いと思うのですが、今回はこの今糸端で出ているこの色が多く残っているようなので、
この色で統一して作りたいと思います。この色の境のところでまず糸をカットして、切り分けた糸の端と端を合わせて、半分に折って同じ長さの2本の紐に分けます。今切り分けた2本の糸を、1本ずつ使って両側にタッセルをつけます。まずこの揃った状態で、最後に結ぶように糸を30センチくらい切り分けておきます。長い糸を1本ずつに分けて、端と端を合わせて半分に折っていって糸の束を作ります。適当な長さの束が作れたら、この束の真ん中を巾着紐の端の糸で結びます。結んだところで半分に折って、上から1センチくらいのところを先に切り分けておいた糸で結びます。糸の束と、とじ針を、針の穴が結び目の方に来るように一緒に持って、糸端を同じく結び目の方に少し残して、糸の束に2周くらい巻きつけます。こちらに残しておいた糸端を結び目と反対の方に動かして3、4回また糸を巻きつけます。糸が短くなったらこの糸を針の穴に通して針を引き抜きます。糸端をそれぞれキュッと引っ張って形を整えたら、端の部分の輪になっているところをカットして、端の長さを切り揃えたら完成です。同じように両方にタッセルの飾りをつけます。これで出来上がりになります。色味の出方は表側と裏側でこのような感じになっています。ソックヤーン特有の色の変化が楽しめる編み方になったかなと思います。内側部分はこのような感じで、紐を通した部分はこのような仕上がりです。出来上がりの大きさはぺたんこの状態で幅が 12.5 センチくらい、高さが16センチくらいで、底の部分を別で作っているので、この部分をマチとして測ると3センチくらいマチがある袋になっています。最後まで見てくださりありがとうございました。